ルミコハーモニーは、日本在住のアーティスト、プロデューサー、NPO 法人ザ・グローバル・ファミリーズ創始者兼、副理事長、リートル・アーティストリーグ創始者兼アートディレクター、ジャパン・ファミリー・フェスティバルディレクター、株式会社、東急キッズ・ベース・キャンプの今、ジョンプログラムの開発者であり、キャラクター原案作者、株式会社テーマのパートナー。株式会社バンダイにて、キャラクタープロデューサーとして活躍。 企業キャラクターや地方創生キャラクターのフィンランド人と結婚後、長女出産。次女出産後3ヶ月で、ブラジルのサンパウロに投留。2015年長男出産後、アーティストとしてのキャリアをスタートするとともに、親子で国際交流を支援する NPO 法人ザグローバルファミリーズを創設。2016年には、リトルアーティスツリーグを創設。 2016年12月、ワーママオブジャパン2016に手受賞。三児を出産し、トリリンガルで育てており、グローバル育児セミナーの講師の経験もあり、北欧専門家として、コラムも執筆。オーガニックのコラムも書き、オーガニックライフスタイルエキスポでの子供のあの、コンテストのメインビジュアルを描き、審査員でもあった。株式会社、東急キッズベースキャンプの今、 ジョンプログラムの開発者であり、キャラクター原案作者でもある。株式会社テーマのパートナーも務める。パワーママインタビュー記事インタビュー記事。ありがとうございます。